エンブラエルアージ145アンブラエールアージ 145BMI のアージ145アージ145はブラジルの航空機メーカーであるエンブラエルが開発したターボファン創発のコミューター路線用ジェット旅客機。この市場の航空機としてはベストセラーを記録している。主な競合機種はボンバルディアエアロスペースの CRJ シリーズ。 1989年に最初に計画が発表された時には、同社が先に開発したターボプロップ機である、塩部120と共通点を多く持っていたが、開発が進行すると、エンジン位置が主翼から胴体後部に移されるなど、全く異なる機体へと進化していた。会社の経営難による民営化の影響もあり、開発は遅れたが、 1995年8月11日に初飛行し、翌年から引き渡しが始まった。欧米をはじめとする世界各国向けに輸出され、2020年に生産終了するまで1231機が生産された。機内は通路を挟んで、片側は1列、反対側は2列の座席配置となっている。ATR-42 や、 ボンバルディア DHC-8 から300などの同程度の定員のターボプロップ機能置き換え機種として徴用され、例えばアメリカ国内の中堅都市間を結ぶ地域路線やヨーロッパの近距離国際線に用いられているケースが多い。日本の航空会社では採用されていないが、コリアエクスプレスウェアが日本乗り入れに用いている。アージ1 4 5の キャビンインド空軍のドゥルドエアンドシーブリストルのブリストル空港から離陸後、ギアとフラップを収納し上昇するアージ145、大のサコンナ高温空港で、搭乗業務中の PB エアのアージ145、LR。ドアがタラップを兼ねていることがわかる ABE135 スペシフィケーションズハット ABE140 スペシフィケーションズハット E145LR。 スペシフィケーションズハット E145XR スペシフィケーションズありがとうございます。